はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今日はですね、じゃじゃーん、こんなに大量の雑誌を買ってきました。というのもですね、皆さん最近の雑誌って付録がすごいことになってると思いません？はい、これね、メンズノンの多分10月号だと思うんですが、もう分厚さがね、こんなにあるんですよ。もうね、これ昔の FF の攻略本並みの厚さがあるんですが、雑誌の部分はというと、まあ3分、4分の1ぐらいの厚さですかね。あと4分の3はね、付録がこういう風にね、ついてくるんですよ。まあね、昔と違って今スマートフォンみんな持ってるじゃないですか。だからいろんな情報をスマホでゲットできちゃうんで、普通に雑誌売ってるだけじゃね、難しいっていうね、そういうね、ものの表れなのかもしれないんですが、いや、すごいことになってるなと思いまして、今日ね、付録ついてた雑誌ね、いろいろ買ってみたんで、ちょっとね、その付録をご紹介していきたいと思います。じゃあね、まずこちら、これメンズジョーカーをちょっとね、ご紹介していきたいと思います。メンズジョーカーのまあ付録ですよね。で、まあ開けたんですけど、はい、じゃーん、こちらがついてきます。これね、オロビアンコのデニム&レザー製スマホケースというものなんですが、うん、こんな感じ、中こんな感じになってて、ここね、両面テープになってて、で、ここにね、スマホを貼り付けて、多分ね、こういう風にこう、使うものなんだと思うんですが、付録にももちろんいいものもありますし、あー、付録か、残念だなっていう思うものも多分あると思うんですけど、これはね、残念ながらね、結構残念なものでした。というのもですね、ほら、ここね、両面テープペタペタしてるんですよ。で、ここにスマホをね、つけるんですが、残念ながらね、 iPhone なんですけど、こううまくね、これ貼れないんですね。うん、ほら、ペロって剥がれちゃう。普通にペタペタはしてるんですけど、ほら、あ、逆側だったらいける、こっちだったら、あ、でもダメですね。という形でちょっとね、これはね、残念ながらスマホケースとしてはね、うん、なかなか機能しにくい、うん、ものに、アイテムに残念ながらなってました。はい、じゃあ次の雑誌いきましょう。次はね、まだ開けてない。次こちら、これね、メンズノンノなんですが、かっこいいですね。昔ね、メンズノンノ、まあ、メンズノンノはあまり買ってないかな、買ったことなかったですね、なんかかっこよすぎて。はい、まず一つ目の付録でこちら、東京クールのなんかこう漫画が入ってるのと、はい、そして2つ目の付録がこれですよ。これどうなってんだろう、これ外れないのかな。あ、もうこれもセットになってるんですね。この付録もワンセットになってて、で、ここにすごいことになってる。パカッと外しまして、もう雑誌なのか何なのかっていうね。はい、これアックスブラックって書いてありますけど、これはね、シャンプーのキット、シャンプー&リンスのキットなんじゃないでしょうか。はい、それが、こんな風に入ってます。まあ、試供品みたいな感じですかね。うん、シャンプーと、あとベタつかず1日持続マッドワックス、あ、ワックス入ってるから、ちょっとワックス使ってみましょうか。ワックスがね、2つ入ってます。このね、2種類のワックスが入ってるんですが、これ、あ、1つは、わ、すごいね、いい香りがする。もうすごいいい香りする、このアックスブラックのプティマックスワックスっていうの。なんか香水分かる人だったらいいと思うんですけど、ウルトラマリンでしたっけ、ウルトラマリン的な香りがするワックスになってて、こうなんか大人な感じがする。で、結構こう束感も出やすそうなワックスになってて、あ、すごいこれ。まあ、ちょっとね、僕のね、そういう腕前、髪の毛をね、セットする腕前はまあ置いといて、わ、すごい、なんかただついてくるだけのワックスかと思いましたけど、これすごいいいな。へえ、これ欲しくなるってぐらいに結構ね、いいワックスでした。っていうか香りがめっちゃいい。はい、じゃあそして3つ目がですね、こちら、これスマート、僕も学生時代スマートは買ってましたね。ははは、何があるかな、パッパパーン、じゃーん、こちらがスマートについてくるカバンです。まあ、セブンポケットということで、まあ、中にも多分ポケットが大量にあるんだと思います。ほら、結構良さげじゃないですかこれね。たくさんこう仕切りがあって、まあ入れたいものをこう
しっかり分けられると。でさらにこのね透明なところにスマホをね入れると、スマホをこういう風に入れるとまあこのままね操作できるんで、まあ、防水のところにも持っていけるよっていうね、そういうものですね。でこっち側にすればこうなんかちょっとね雑誌で見てたよりも若干光沢がありますけど、ちょっとね高級感な感じの漂うようなそういう材質になってる。うん、まあこういう感じ、こういう感じ、こういう感じで持ち運べる、うん、アイテムになってます。そしてね最後がちょっとね今のところはファッション雑誌だったんですけど、次はねこちらですね、このモノマックスさんの付録ですね。はい、どんなものかと言いますと、アーバンリサーチの整理バッグです。はい、でついてくるのがこちらでーす。じゃじゃーん。はい、これね、なんだろうって皆さん思うかもしれませんが、これはカバンの中に入れるカバン的なやつですかね。それか普通に普通にこれだけをカバンとしても使えますし、まず13インチのパソコンが収納できる、ほらバッグになってます。じゃーん、ほらここにパソコンを入れてスッとこうしまう的なね、若干のこのクッション性のある材質になってます。はい、でさらにですね、まあ、雑誌のやつ見せるのが一番分かりやすいと思うんですけど、ほらこういう風に、まあ、いろんなものがね入れられるようになってますね。うん、これ結構いいような気がする。カバンの中ってぐちゃぐちゃに結構なっちゃいますけど、カバンの中に丸ごとこれをねスポッと入れちゃえば、こうデジモノ、 iPhone だったりとか、あと何そういう小物類を整理しておくためのアイテムとしてこう使えるんじゃないかなと思いますが、はい、これいいですね。ということでね、今日まあ今ねコンビニにパッと行って付録がある雑誌4つをねちょっと今ご紹介していきました。はい、ということでまあ雑誌業界も大変ですよね。スマホ便利ですからね。ですがね、こういう雑誌もね非常に楽しいので、うん、また買ってみたいと思います。ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マスオ TV でした。バイバーイ。